ケンブリッジ公爵は、イギリスの公爵くらいの一つ。イギリス王室の年少の王族に対して時々授与、される。名称は、ケンブリッジに由来する。イングランド王ジェームズ2世が、息子のチャールズに対して授与したのが最初である。2011年4月29日に、エリザベス2世の着尊のウィリアム王子が、キャサリン・エリザベス・ミドルトンと結婚したことに伴い、女王によって助釈された。 現在のケンブリッジ公爵位保持者ウィリアムと同期キャサリン、ケイト・ミドルトン。2011年4月29日の結婚式の当日に祖母のエリザベス女王より助釈された。1664年、イングランド貴族としてケンブリッジ公爵の爵位が初めて公式に創設された。この時は当時のヨーク港と最初のツマアンハイドとの間に 生まれたジェームズにこの称号が与えられた。しかしジェームズは幼くして死去し、その後、ジェームズの弟、エドガー、エドガーの弟チャールズと、次々に、ケンブリッジ公爵の称号が与えられたが、いずれも成人することできずに死去した。1706年、ハノーファー選定校であったゲオルクルートビヒの、息子であるジョージ・オーガスタスに、ケンブリッジ公爵の称号が与えられることになった。 ジョージ・オーガスタスが、父の後を継いで国王に即位したため、ケンブリッジ公爵の称号は継承者を失って、消滅した。1801年には、連合王国の王族の爵位として、ジョージ3世の7男であるアドルファスに、ケンブリッジ公爵の爵位が与えられた。彼の息子のジョージの死後、爵位を継承する資格を持つ、相続人が存在しなかったことから、1904年に、 ケンブリッジ公爵の称号は、三度消滅した。1917年、アドルファスの外孫で、ジョージ5世の王妃、メアリーの弟であるテック公アドルファスが、ケンブリッジ公爵に助爵されたが、これは、第一次世界大戦中に連合王国の敵国であった、ドイツの爵位である、テック公爵位を放棄した代わりに与えられたものであった。この爵位は、1981年に、 アドルーファスの息子のジョージが男子を残さないまま亡くなったことから断絶した。1999年、エリザベス2世の三男であるエドワードが結婚した際、有識者たちは、ケンブリッジ公爵か、サセックス公爵の爵位がふさわしいとして、エドワードに提案したが、エドワードは代わりに、ウェセックス伯爵の爵位を創設した。その後、英国の国内情報誌、ザ・サンデー・テレグラフによって、 本来はエドワードが結婚後にケンブリッジ公爵へ助爵されるはずだったことが報道された。ただし別の報道によれば1998年に公開された恋に落ちたシェイクスピアを主張後、コリンファースによって演じられたウェセックス教にエドワードが同敬を抱き、ウェセックス伯爵の助爵をエリザベス2世へ求めたとされている。また、 エドワードの父フィリップが有するエディンバラ公爵位が、長兄チャールズが王位を継承する立場にあり、時兄アンドルーが王の次男として、ヨーク公爵位をすでに授かっていることから、将来的にエドワードに授けられる予定となっており、これも白爵位が授けられた背景にある。2011年4月29日、エリザベス2世の孫である、 ウィリアム王子とキャサリン・エリザベス・ミドルトンの結婚に際して、ウィリアムは女王から連合王国貴族としてのケンブリッジ公爵の爵位を除釈された。また、ウィリアムはスコットランド由来のストラサーン伯爵と北アイルランド由来のキャリクファーガス男爵の爵位も創設した。現在の暫定的な後継者は、ウィリアムの第一子で長男であるジョージ王子。ありがとうございます。